鶴巻温泉治療院の溝口です。がんの予後は性格で決まるという話です。がんになりやすいかどうかは性格はかなり関与しているという考えはこれまでも指摘されてきましたが、がんを発症して何らかの治療をした後の生存率と性格の関係についての研究はあまりありませんでした。神奈川県立がんセンターの岡本臨床主任研究員らの QOL の後頭部がん、頭頸部がんの患者96人に対し入院時質問し、エコグラムで性格を判定し9つのタイプに分け、生存率を調べました。その結果、責任感が強く几帳面だが自己中心的で思いやりに欠けるタイプ7と、過保護で自己主張が強く冗談や遊びが下手なタイプのタイプ8の患者は生存率が低かったそうです。さらに進行がんの患者57人をタイプ別に調べてみると、タイプ7とタイプ8がほとんど2年以内に、他のタイプは半分が4年間生存しました。特にワマガダが明けっぴろげで自分の意見を医者や看護師によく伝える気楽な性格な患者では5年間の生存率は 80% 近くになり、やや神経質で悩み事を打開やすい患者の生存率は中間でした。がん患者や不安や悩みをため込まず、どんどん医師や看護師に話し、ストレスを解消してリラックスした方がよく、その後の予後にも大きな差が出ます。